厚い中のご苦労様でございました。これから福島県に対してですね、皆さんの要望書の提出をですね、したいというふうに思いますので、伊藤課長のですね、福島県としての答えをどうもありがとうございました。それでは早速要望書の提出をですね、お願いしたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。前に出て、福島県知事内堀正夫様、要請書、理解と合意なき汚染水の海洋放出の中止を求めることについて、要旨1、海洋放出について福島県は政府と東京電力に対し、福島第一原発事故及び汚染水発生の原点に立ち返り、関係者の理解なしにいかなる処分も行わないとする福島県漁連等の文書約束を守り、理解と合意のないまま汚染水の海洋放出は行わないように求めること。2、情報公開と放射線影響評価の見直しについて、福島県は政府と東京電力に対し、放出する全放射性各種の濃度、総量などの全情報を公開して、海精度や海浜の砂、生物への吸着、濃縮による放射性の蓄積とフィードバックを再評価して、原子力規制委員会に改めて汚染書を提出するように求めること。3、汚染水対策について、福島県は政府と東京電力に対し、地下水の止水、大型タンク長期保管案やモルタル固化保管案等の検討、トリチウム分離技術の実用化など、汚染水についての抜本対策を早急に確立し、海洋汚染を広げないように求めること。4、説明公聴会について、福島県は政府と東京電力に対し、福島県内はじめ全国で本県の説明公聴会を共に開催し、汚染水対策について国民的議論を行うように求めること。理由、政府は福島第一原発事故により発生したタンク貯蔵汚染水をアルプス処理水として海洋放出しようとしています。事故から12年、政府の原子力緊急事態宣言は未だに解除されていません。政府の1から4号機の廃止措置等に向けた中長期ロードマップは30年から40年で廃炉としてきましたが、2021年実施の廃止措置、燃料デブリ取り出しも延期されて見通しが立たず、福島第一原発の廃止措置の完了形態も法的に定められていません。にもかかわらず、政府は復興と廃炉の両立の理名のもと、廃炉を計画的に進める必要、デブリ取り出し等に大きなスペースが必要があるとして、一昨年4月13日、汚染水の海洋放出処分を決定し、本年1月にはアルプス処理水の処分に関する基本方針の着実な実行に向けた関係閣僚等会議が、設備工事の完了、工事後の規制委員会の使用前検査や IAEA の包括的報告書を経て、海洋放出の時期は本年春から夏ごろに見込むと、放出ありきの強硬姿勢を続けています。これは関係者の理解なしにはいかなる処分も行わないという、政府と東京電力の福島県漁連や全漁連に対する2015年の文書約束を反故にするものです。政府は漁業者はじめ福島県内農林水産業消費者の協同組合による共同声明や、福島県内自治体議会の海洋放出反対慎重の意見書、宮城県など周辺自治体の反対意見などの 国内の声を無視し、アジアの近隣諸国はじめ、昨年の国連総会で大統領が反対演説を行ったミクロネシア連邦やオーストラリアなど16カ国が加盟する太平洋諸島フォーラムや全米海洋研究所協会などからの安全性への懸念など、
世界の声を軽視しています。翻って約132万トンを超えるタンク貯蔵潜水を年間22兆ベクレルを上限に30年を超えて放出する計画は、トリチウムや炭素14を含めた各種を黒人濃度限度以下にして流すものですが、海水で薄めても放射性各種の総量は同じです。放出水に含まれる全ての放射性各種の定量確認もないまま、多量の放射性各種を福島の海から流せば太平洋に広がり、海洋環境が汚染されていきます。東京電力は海制度や海浜砂、生物への吸着濃縮は1年以内で平行になると、放出による放射能の蓄積とフィードバックを過小評価しており、政府は不十分な放射線影響評価を東京電力に見直させるべきです。また被害の発生を前提にした風評対策は廃炉を優先して復興を犠牲にするもので、多くの福島県民が不信感を抱いております。本県は海及び水産物が重要な観光資源であり、今般海水浴シーズンを迎えるにあたり、海開きに向けた準備の中で海を資源とした観光産業や水産業に関わる事業者、市民などからも懸念の声が上がっています。5月に実施された政府及び東京電力と相総漁業やいわき市漁協及び小名浜汽船底引き網漁協との意見交換会では、後継者不足に拍車がかかるのではないか、関係者の理解なしに放出しないとの約束をどう守るかなどという不満の声が出されており、6月に入り福島県漁連はじめ宮城県漁連、茨城県漁連も政府に対し反対の堅持を表明しています。まず関係者の理解なしにはいかなる処分も行わないという福島県漁連等のとの文書約束を守ることが福島第一原発事故対策を進める政府の責任であり、信頼関係の前提です。このまま強引に放出を強行すれば、将来に大きな禍根を残します。ふるさとの海、日本の海、世界の海を放射能でこれ以上汚してはなりません。私たちは福島県においてあくまで命と暮らしを守り、海洋汚染を広げないよう強く要請し、7月10日までに誠意ある回答を求めます。以上、これ以上海を汚すな市民会議。どうぞよろしくお願いいたします。それではですね、要望書の提出は、終わりましたが、若干時間をいただいて、こちらの方からね、質問なり意見なりをしたいと思いますので、ご意見申し上げたいと思いますから、よろしくお願いしたいというふうに思います。今、基本的には4つの項目で、要請させていただきましたので、それについては7月10日まで文書回答していただきたいということなので、その点についてはよろしくお願いしたいと思います。これはいわき市議会もですね、先般6月定例会の6月15日の最終日、アルプス処理水については関係者の理解なしにいかなる処分も行わないとする約束を履行することを求める意見書を岸田総理と西村経産大臣の方に全会一致でこれを提出しております。また東電の方にも同様の趣旨の決議を挙げて施行するという形になっております。特にいわき市ではこの間海水浴の安全対策会議が開かれまして、市の主催でやりましたところ、海水浴業者さん、あるいは関連の業者さんの方から これもまたあれですけれども、少なくとも7月15日から8月15日は海水浴場を
オープンするということなので、そこで海洋放出されればこれは完全に、海水浴客が来なくなるというそういう危機感が表明されまして、いわき市長の方からも海洋放出ありきではなくて慎重に対応してほしい旨の要望書を、これまた岸田総理の方に、5月末に提出されしてさせてもらっているところです。そういう現状からしまして、また5月末に入りまして、早々漁協と、それから小名浜漁協、小名浜底引き漁協と合わせて政府との話し合いもありましたけど、実際には反対を堅持するということで、約束をどう守るんだというような発言が相次いだということでありまして、そういう点からしますと、その関係者の理解なしにはいかなる処分をしない行わないという約束について、国と東電がきちんとやっぱり守るということは、いろんな説明会で口では守るっては言ってるんですけど、口では守るって言いながら海底トンネルの工事は終了し、通水試験はやるということで、理解を丁寧な説明をして理解を求めるっていう一点張りで、現実的には放出ありきで、強硬姿勢は変わらないという、撤回しないという状況が続いておりますので、これは知事におかれましてはやはり県民の生命財産を守るという基本的な立場を実行していただきたいということでありますので、宮城県知事も茨城県知事もはっきりとその反対表明、特に宮城県知事などは西村大臣にも尋ねて昨日ですかね、おとといですかね、そういう申し入れをしているというようなこともあるので、ここは内堀知事にはきちんとやっぱり、反対の、少なくとも理解と合意のない、海洋放出については中止をするようにという立場でやっていただきたいというふうに、ぜひともそういう態度表明をしていただきたいな、議会も今日から県議会も始まったと思いますので、そういう中でも一つそういう表明ができる、今日の本会議ではやられなかったんでしょうけども、そういうことを強く知事の方に挙げていただきたいというふうに思います。皆さん、私原子力安全対策課長の伊藤と申します。よろしくお願いいたします。私もこの職についてですね、4年目に入りました。で、皆様をはじめですね、いろいろな団体の方からこういったご意見というのは数多く聞いております。で、我々県としましてもですね、やはりこういった声があるということはしっかりと国の方に伝えてですね、やはり国の方からも先ほどの約束にもありましたけれども、関係者の意見に耳を傾けてやはりしっかりと受け止めてほしいということと、あと約束の話が何度も出ますけれども、しっかりと約束についてはですね、守られるようにいろいろな取り組みをお願いしたい、国が責任を持ってですね、取り組んでいただきたいという話はしております。で、今現在西村経済産業大臣からもですね、そういった約束については遵守するんだということで、回答はもらっておりますので、我々としてはこういった約束がですね、しっかりと遵守されるように、国が全力で取り組むと、こういったことが重要かなというふうに考えているところであります。あといろいろ要望事項としていただきました。これについてもしっかりとですね、期日までの回答ということで差し上げたいと思います。で、あとこれからも皆さんの方からいろいろ意見があると思いますので、この意見については私の方からですね、しっかりと知事の方に報告したいと思いますので、よろしくお願いいたします。
で、それではせっかくの機会なので、ぜひ発言したいという方があれば、まあ、2、3名の方発言していただいてもよろしいですか。はい、私は山形出身で今は白川地域にいますけれども、県の言う関係者の理解を得てという場合、関係者というのは県はどういう対象を関係者としておられるんでしょうか。それと今日本の海流の流れ方向を見ればですね、気仙沼沖からアフリカ西海岸に向かった上でサケが遡上して日本に帰ってくるカムチャック海流をですね巡回しておるわけですよ。30年40年放射の水を海に流したらその中にサイクルができるはずなんですよ。我々サケが重要な食料源で弁当にとっても大変重要なおかずの存在なんですが、これが放射能と一緒に日本に帰ってくると、それを我々食わなきゃなんないのかと、それ自身が本当の被害なんです。そういう点を理解されて関係者、これご飯を食べる人も関係者のはずなんですよね。県はどういう立場で人を関係者と位置づけてるのか聞いてみたいと思います。で、私どうからですけれども、関係者という言葉はですね、我々もその明確に線を引いて、どなたですということでこう使っていることではなくて、広くこのアルプス処理水の問題にですね、関わるであろう方々を対象として、使っております。また一部ですね、東京電力と政府と県漁連との約束の中でもこの関係者の理解なしにというふうに言葉が出てきますけれども、そこは国がですね、どこまでが関係者として理解を得る必要があるのか、東京電力としても同じなんですけれども、そこは国がいろいろと考えながらですね、そういった理解活動をしているということだと思います。海流の話ですか。海流につきましては、確かにその放射性物質は海の循環に乗っていくんだと思います。でただ発電所第一原発から放出される段階ではですね、やはり国の基準、これは国際的なルールも踏まえて、安全性が確認された基準をしっかりと守りながら、しかもトリチウムについては十分希釈を行いながらですね、放出されるということになりますので、放射性物質がゼロかというとそうではないかと思います。ですから安全性が確保された数値以下でですね、そういった放出が行われるということだと思っております。はい、はい、私が三重町出身で原子力のエンジニアやったんですけども、トリチウム水って言ってますけど汚染水なんですよ実はね。アルプスの汚染能はもうこれ以上取れないんです。で国の基準にいかにして流すって言ってますけど、現在ですね、あそこに溜まってる水はね流せるレベルじゃないんですよ。それを流そうってね、夏に流そうって言ったらこれはもう汚染水をそのまま流すってことなんですよ。言ってることがね全然整合性がないんですよ。基準値以下じゃないんです。トリチウムの話じゃないんです。もうはっきり言ってポンコツですからね、アルプスはもうねフィルター取り切れないんですよ。それが64カ所全て残ってて、それを二次、浄化して流すんだって言ってますけど、一切二次浄化のまだはやってません。トンネル掘ったところに水流してしようってやってますけどね、浄化何回も浄化して、何段にも浄化してて今溜まってる水ですからね。でしかもそれが汚染が取り切れてないっていうのが今現状なんです。それをね今年の夏に流そうなんていうのはとんでもない話なんですよ。まるっきり今の状態で流そうとしてる、希釈して流しちゃおうという魂胆じゃないかと思うんですけど、県はねだからその辺をねちゃんと分かってないとダメですよ。県もあと国も嘘ばっかり言ってますからね、基準以下じゃないですからね。
現状で、そしてその浄化したっていう情報は一切ありませんからね。浄化しても基準以下になったっていう話はないんです。今汚染したまんまの水なんですということです。私どうか、はい、まず事実関係なんですけれども、現在その第一原発の中にあるタンクのうちの約7割の水は、トリチウム以外ですね、トリチウム以外の放射性物質がまだ国の基準を超えているというのは事実です。で、東京電力の計画ではこの水について、もう一度アルプスを通してですね、浄化を行って、タンクに溜めて、そのたまったタンクの水をもう一度測定をして、64の各種がですね、64というか62の各種と炭素の14が基準を下回ると、まあ、希釈しなくても法律の基準を下回るまで浄化をすることを確認すると。で、この確認については東京電力と、あと国などの側、測定機関として JAEA がですね、ダブルチェックで行うということになっていて、今現在そういった測定が行われて、まもなく結果も公表されるかと思います。で、その結果をですね、東京電力が以前試験的にやっているんですが、トリチウム以外の放射性物質については放出にかかる国の基準を十分下回っているということになります。で、ただトリチウムは濃度が高いですので、そこは海水でもって希釈をして、トンネルの出口の段階では全て、法律の基準を下回るというような形でですね、運用されますので、トリチウム以外の放射性物質もその希釈に合わせて、さらに薄くなると、濃度が低くなるということが東京電力の計画であります。ということだったら実際に運用されてないですよね。まあ、今現在はその準備段階として、アルプスでの二次的な浄化を行った水、二次的にやってもアルプスの性能じゃもうこれ以上ね多分取れないですよ。その辺はねしっかりとね、福島県がね、要はね、加害者側っていうかね、泥棒に見張りさせてるようなものですからね、第三者としてやっぱり監視しないといけないと思いますよ。福島県が調べるというような状況で、我々はですね、どうしてもその発電所の中にある水については、持ち帰って外に出してですね、分析することができないので、県としては測定のデータを確認するということになりますが、原子力規制委員会においてはそのデータをですね、しっかりと確認をすると。あとはデータはいくらでも改ざんできるんです、はい、それぞれ今までの改ざんです。佐藤栄作知事の時にも正直なデータもらえなかったんじゃないですか。その時以来の信用は回復できてんですか、東電のデータの。東京電力においては過去にですね、いろいろな検査記録等の改ざん等がありました。そこのおいてもですね、いろいろ改善計画などは出されて取り組まれていると思いますけれども、12年前の事故が起きたというのがやはり全てだと思います。で、我々もですね、その辺のデータについては厳しく、我々としてはデータを見る目を持ってですね、しっかりと確認していきたい。もう見なきゃ分かんないでしょ、データだけ見たって正しいという保証どこにもないじゃない。いや、はい、はい、今お話があったように、東京電力がやっていること、そういったことは私たちも今までずっと聞いてきたし、国がやっていることも聞いてます、分かってます。でも福島県は私たち県民のこれまでずっとこうやって反対してきていることをご存知でしょうかということを聞きたいですね。私たち県民が何を考えてなぜ反対しているかということを理解していらっしゃいますか。東京電力のそのトリチウムの、もちろんそれはいろいろやってるでしょうから、きっと県の方にも報告が入って、そのデータでやってる、いろいろ研究してらっしゃると思いますけれども、でも私たち県民の気持ち、そういったものはきちんと受け入れてくださってるんでしょうか。はがきを出したり、いろいろ県知事さんにはがきを出したり、すごい私たちもいろいろな動きをしています。こうやって反対運動したり、スタンディングしたり、要請をしたりしてますけれども、その県からのそういった答えが全然私たちには返ってきてないんですよ。それはどういうふうに お答えしていただけるんでしょうか。
皆様方からですね、そういったハガキをいただいて、おりたり、まあ、今回のように、まあ、要請をいただいております。で、私もハガキについては目を通してはおりまして、やはり県内だけではなくて県外の方からもですね、いろいろとこういった放射性物質に対する心配をされているんだなというふうには受け取っております。で、反応がないということなんですけども、まあ、我々はこういった意見が皆様か県民の方からあるということで、やはり知事がですね、そこは国に対して東京電力に対してですね、こういった県民の意見をしっかりと聞いて、取り組んでほしいといったことで、国への、まあ、要請というような形で、行っております。国の要請だけですか？それは県民の声は聞こえてないですよね。でもいやですが、そういった県民の声も我々が確認をしてですね、聞いて、それを国への要望要請の中に入れて、ということは反対、県民は反対だって言ってるんですよ。こうした反対だって言ってるんだけど、県知事はきちんとそれを国に伝えてほしいですよね。伝えてくださってるんでしょうか？いろいろな意見があるということは伝えております。いろいろな意見ですか？いろいろじゃない。反対だという意見を伝えていただいてるんでしょうか？当然その反対もあれば賛成もあるし、やむを得ないという、まあ、そういったいろいろな意見があるということです。すいません、質問をちょっと変えます。私最近経済産業省のホームページ見たんですね。それで、2023年4月5日 IAEA の、職員とそれから国際専門家が日本を訪れ実施したレビューにつき、作成っていうホームページを見たんです。そこに、何度も何度も見ても理解できなかったんですけど、まあ、こういう一文があるんですね。タスクフォース、つまりその組織ですね、緊急性を感じている組織は、人および環境に与える放射線量の計算を利用可能となったさらに現実的なソースタームに基づいて東京電力が再度行われなければならない。つまり先ほどからその伊藤さんがおっしゃるように、きちんとした測定してその結果大丈夫だったら流すって言いますけど、その測定方法が多分かなり問題なんだと思うんですね。話を聞くと、もう大きなタンクの中の上水を取って検査、もしくは最近はちょっと混ぜて検査、それでは専門家に言わせると本当にどれだけのものが入ってるかわからないので、やっぱりこれは全量測定しかないと。で、最近そういう全量測定の機械が研究されて、まあ、実施可能になってるっていうお話で、多分それは言ってるかなと思うんですけども、伊藤さん、これについては県は認識しています？そこについては我々も分かっていてですね、ただちょっと違うのは、はい、IAEA が指摘しているのがですね、前は62各種プラス炭素の14について、測定をしたときに不検出になる放射性物質があります。で、その不検出となる放射性物質についても被曝計算をして年間何ミリシーベルトという数値が出ているんですが、これは実際には例えばもう半減期が十分過ぎていったり、放出される水にはもう含まれていないということがいろいろと明らかになっているものについては、そこは被曝量としては過剰なので、削るべきであろうということの指摘です。で、それを受けて、東京電力と原子力規制委員会では今年の5月ですかね、認可をしたものでは、今まで放射性アルプスの除去対象各種62プラス炭素14について、被曝の評価をしますとしていたものを、被曝評価の対象各種として29プラストリチウムという形で、もう検出されないもの、これは十分に科学的に検出されないものは被曝の計算上は省きましょうというふうな取り扱いになったということが、そこの IAEA の指摘の部分にへの対応だと思います。で、ただ我々はですね、そこ測定する各種が減ってはダメだということで、県からですね、独自に、対象各種をですね、今までの通りに減らすことがないようにということで、それは東京電力に求めて、それは実現させています。
もう一つ私はその測定、全量測定できる機械があるということを聞いたんですけど、はい、それについてはどういうふうに。今ですね、測定する方法が あるというか、すべてあるんですけれども、あるんですね。あります。ただ、測定もう例えばその半減期がですね、例えば極端に短くて今はもう存在がしないものとか、あと水にこう今までの測定してきたものの中で検出されていないもの、まあ、そういったものはですね、測定の対象からは外すんですけれども、なのでそういった可能性の高いもの、あとはその被曝評価上、例えば1ベクレルでも被曝の影響が大きいものは測定の対象にしているということです。なので基本的には含まれているものについては全て検出測定を行うというような形なんですが、現実にはそれはもう含まれていないし検出もされないものがほとんどになっている。ちょっと話があれなんですけど、私はそのタンクの中、それが全て測定しなければ、はい、サンプルではまずいと思ってるんですね、はい、その辺について全部を測定する機械っていうのがあるんですか、ないんですか、それを福島県は、はい、認識してるんですか、どうですか。で今アルプスで再度浄化をしたものをですね、タンクに溜めていて、でタンクの上下の攪拌をしますし、タンクをまあ連結して使っているものですから、その連結部分も約1週間程度循環運転をして十分に混合できるというところを確認した後にですね、サンプリングをこういくつかに分けてこう取っている、でそれを分析をしているということです。つまり今のところは、はい、繰り返しになりますけど、はい、サンプリングの検査しかできないということですか。はい、サンプリング全量っていうのは、どうしてもそのタンクの中の水の全部を測るわけではなくて、こう代表点をこう取って測るんですが、その代表点がきちっと混合されているということは国がその試験でもって確認をされているということになります。そのちょっと今その攪拌してるっていうことではアメリカの海洋研究所の中からは東電のデータからは全部ちゃんと測ってないデータを出しているので環境影響評価ができないっていうふうに言われているのと、そのサンプリングも10のタンク 10基連結を攪拌してやってるけれども、そのうち40リッターしか取ってないっていうふうに、だからそれでは足りないっていうふうな批判がありますけど、それはご存知ですか。まあ、ちょっとすみません、そこまでの報告は知りませんでしたけれども、ただそのタンクの中からですね、その話はね、割と大事なところで、はい、その40リッターしかやってないっていうのは大事なところでさ、それでまだ二次処理室からいいんじゃないですかっていうふうには、ちょっとそれ県の立場としてはさ、まだその、評価上はちょっと甘いんじゃないかといつも、まあ、東電にも言ってるんだけど、うん、だからその東電の話をやっぱり、まあ、悪く言えば鵜呑みにして言っちゃうとやっぱり間違うよねっていうことなんだね。だからそれ結局東電もそれ、連結したやつのタンクのサンプルで、2ヶ月前にしか2ヶ月前にしか分からないっていうわけだよね、分析も結果も、まあ、短縮するってはずっと言ってんだけど、全ての項目が出揃うのはそうです、うん、そうなんだ。だからそれで連続して放出し始めちゃうと、そのやっぱりどこで本当に確認がしきれるのかなというところはまだ担保されてないんじゃないかと思うね、現時点では。そのタンクを、ね、循環させるということは、うん、まあ、化学物質を溶かしてですね、それが均一になっているということで、混合されている。あと分析に2ヶ月かかるので、その結果が出るまではですね、別に放出をするわけではないということですので、
全て結果が出た後、安全が確認された後に次のステップに進むということになるけどね。それじゃあ最初だからこの夏放出はないってことだよね。まあだから8月16日に放出して、もう2ヶ月分の調査はあるから、8月16日に放出するとして、8月16日放出しました、で、あとしばらくはまたちょっと放出できない期間がありますよねっていうようなことになるっていうことかな。ですね、タンクが3種類ありますので、一つに溜めるタンク、次に溜まった後を測定して測定を待ってるタンクで、例えばその運転するようになれば、これは放出するタンク、そういうふうにこう使い分けていくんです。で、今のその2ヶ月間かかるというのは、すでに3月の下旬にですね、サンプリングがすでに行われていて、でその結果がですね、おそらく今月中にでも公表されるんではないかなとは思っております。まあ、それはいいんだけど、はい、結局依然として総量は示されてないんだよね。その結果が出ると、それが各種の濃度と総量は、はい、全然情報としては開示されてないんだよね。で、今溜めてるタンクの中にいくら放射性物質があるかというのは、まだ測ってませんので、今後順次その二次的な浄化をしてタンクに溜めて検査をして、測定を行って、その結果でもって、今回例えば放出する1万トンの中に放射性物質の種類がこれとこれが何ベクレル入ってますということになる。それだから伊藤さんはもう最悪から長崎でいかがでいいんですか。長崎ではなくて流す計画についてお話をされている。じゃあ流す計画はちょっとそういうふうにまだ安全性までは担保されてないっていう評価なわけ。まだ結果が出てませんので、そこはまだ分からない。担保されてないのにそればっかりやっぱり言うと、あ、伊藤さんは最初から放出ありきなんだわって思われちゃうから、やっぱり公務員としてはちょっとまずいよ。そうではなくて、私は皆様が心配されているので、こういう形の計画なんですってお話。心配しているのは海洋放出しかもう手がないと県が思っているかどうか聞きたいです。我々はですね、そこについてではなくて、やはりその今回の処理水の問題については、国政府がですね、関係省庁が会議でもって、海洋放出をするという基本方針を決めたのが2年前の4月です。で、それについてはやはりいろいろと風評をはじめとしてやっぱり懸念する声が大きいですので、そこは我々としてはその国に対してはそういった取り組みをですね、懸念する人の声をちゃんと聞いて取り組んでいただきたいということで伝えてますので。海洋放出しなければ風評対策は必要にならないじゃないですか。流さなければ風評も起きないじゃないですか、これ以上は。国の説明としては、やはり処理水をですね、県の話をしてね、国の地上に保管することがやはり難しくはなっている。いやいや、それあなたはどう考えてるかって聞いてるんだよ。それはそうではないんだよね。伊藤さん言うのはちょっと違うよ、やっぱり。実際はそのデブリは取り出せないわけで、デブリ保管庫をあんなに広大に取っておく必要もないわけだから、保管場所もあるし、それを考えればまた汚染水だって来年の6月まではタンクは満杯にならないなんてことになってるわけだし、だから急いで何も夏に放出しますっていうことに国の言いなりになる必要は県はないと思いますね。もうちょっと1年後で待ったらいいんじゃないのと、もう少しちゃんと説明したらいいでしょうって、全国的に説明会開いて説明してよというふうに県が言えばいいんですよ。そうするともっと議論も深まるだろうし、納得もするところもあるかもしれませんから、そういうふうに言ってくださいよ、ぜひ。ちょっと時間も来ましたので、これで打ち切りたいと思いますけど、いろいろ核心に迫るね、議論になったというふうに思ってます。それで、あれ福島県はやっぱりその関係者にね、もう一応理解を得ない限りは流さないっていう国とね、東京電力が言ってるわけだから、それをやっぱり履行するようにね、ちゃんとこの国にね、知事の方から、意見をね、
その考え方を、この福島県の考え方をこの申し上げていただきたいと思うんですよね。で、風評被害があるということは、これ被害もあるんですよ、ね。だから、福島県は風評被害があると言ってますよね。だから、風評被害があるというふうなことのままで流していいのかってくる問題にもなるわけなので、だから、まあ、その辺についてもね、まあ、しっかりと、今皆さんの考え方は流してもらっては困ると。でこれが全地球的な問題にもなるしね、これ対外的にもこれ非常に大きな、これ国も信用されないし、まあ、福島県はこれ信用されませんよね、これ地球全体 で、ね、でなおかつ約束を守らないということになると、これはね、道徳観とか倫理観にもこれ国のね、そういうふうな問題も問われると私は思ってるんです。だからこれ世も末ですよ、そういうふうなことになったら。なのでやっぱり福島県としてはそういう理解をやっぱ得られないというようなことであれば、ね、こう漁業関係者もこの前言ってるわけだから反対ですと。だからやっぱりそれをしっかり守ってね、いくというようなことについてですね、国の方に伝えるようにぜひ知事にね、まあ、伝え皆さんの声をね伝えていただきたいというようなことをお願いをしておきたいというふうに思います。今日どうもありがとうございました。